金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想動画シリーズ、今回ピックアップするのがこちらです。オペラ座館第3の事件ですね。早速いきましょう。いつもご視聴いただきありがとうございます。早速あらすじからいきましょうか。オペラ座館のある宇多島に訪れた金田一くんとみゆきちゃん、そして剣持のおっさん。3回目の訪問となる今回は剣持のおっさん曰くお別れだっていうんですね。明かされたのはオペラ座館のオーナーだった黒沢一馬の死でした。でも車ごとの転落だったので亡骸は見つかっていないという何やら意味深な状況だったんですね。オペラ座館で金田一くんたちを出迎えたのは現オーナーの響き静か。オペラ座館の元々の所有者一族でミステリールポライターをしている白神海人の招待状を静香が見たものの、彼女が用意したものではどうやらない様子なんですね。一方、元劇団員の日森冬彦が劇団員の小月レオナに懐かしそうに話しかけると、現在の劇団員の上達也や三木谷匠は何やら不穏な反応を示したんです。白神はレオナのことを覚えているようで、レオナもストーカー事件というキーワードを聞いて何やら思い出したようなんですね。不思議な不思議な人間関係、このメンバーに何があったんでしょうか。さあ次はこの事件の主なポイントをピックアップしていきましょう。まずポイント1です。囚人監視での落下トリック。第一の事件はですね、シャンデリアの落下なんですね。コミックスに限れば一番最初の事件ね、オペラ座館の事件で、これも第一の事件がシャンデリアの落下でしたよね。あの日高織江のステージの上で、まあ、状況的にはそっくりなやつですね。しかも今回の事件もほとんどのメンバーが見ている状態で発生したんですよ。それぞれの位置関係とかタイミングも要注意でしょうかね。そこはストーリーの途中で図にしてくれてますんで、それを参考にすればいいかなと思います。またシャンデリアを支えていたワイヤーですね、これは道具ですっぱり切られていたんですよ。しかも第一の事件の現場は3つの鍵で、内側からも外側からも使わないと開かないようになってるんですね。第一の事件ではなぜ、そしてどんな風にみんなが見ている状況で舞台の裏手のシャンデリアのワイヤーを切ったのか、ここがポイントだと思います。そして2つ目のポイント、離れの塔の明かりを消したのは誰だ。1日目の夕食の頃でしたね。ここで何人かは不思議な動きをしているんですよ。例えば静香の提案したろうそくを明かりにした食事だとか、まあ、他にもね、あれって思うような行動をしている人何人かいるんですけど、そんなタイミングでですよ、本館とは別の離れの塔があったんですけど、そこの明かりが上の階からゆっくり順に消えていったんですね。でも夕食の会場には全員が集まっていたはずだったんです。じゃあ誰が明かりを消していったのか。離れの塔を後に検証する金田一くんとみゆきちゃん、そして剣持のおっさん、中には何の変哲もないろうそくがただ置かれていただけなんです。金田一くんとみゆきちゃんはおっさんと別れて本館へ戻りました。その直後に剣持のおっさんを狙う魔の手が。金田一くんはその時胸騒ぎを感じていました。金田一くんが事件の真相に迫るために動く中で、2時間以上も離れの塔から戻らない剣持のおっさん、不審に思って数名でまた離れの塔に向かっていったんですね。そして本館に残っていたある人物にそのタイミング、ファントムの魔の手が迫っていたんですね。離れの塔から戻る過程で今度は別の誰かが足をくじいたってうずくまって、それっきり姿を消してしまいました。第2の事件では本館と離れで歩いて5分ほどある距離、ここで第二の事件が起こるんですが、誰がどんな方法で実行したんでしょうか。続きましてポイント3、伝説の元劇団員と火にまつわる出来事ということで、この事件のキーワードの一つは火だと思うんですね。ファイヤーですよ。暖炉の火を見ていると落ち着くという人もいれば、火が苦手っていう人もいたんですね。謎解きの最中で金田一くんが耳にしたのは、劇団関係者たちの話していたファントム事件のこと。次々に起こる不可解な出来事に関係者が口にしたのは桐生英二と呼ばれる人物の名前でした。これらはどのように話がつながっていくんでしょうか。チャンネル登録お願いします。そして4つ目のポイントです。これは事実上の密室状態。
暖炉に火をくべてタランチュラの罠を回避していた金田一くんたちなんですけど、その間になんと第三の事件が起こっていたようなんです。金田一くんは状況的にこれを密室で起こった事件だと判断しました。で、謎解きのために金田一くんが検証していたところ、地下へ通じる扉をある場所に発見しました。そこでさらにある人影を発見したんですが、これは誰なのか。ともかく第3の事件では鍵が3つとも暖炉の中にあったんですよ。そんな状況でどうやって犯人は劇場に入れたというんでしょうか。さて、今回の事件のキーパーソンですね、オペラ座館第3の事件のキーパーソン、私はこの人を選びました。響き静香、先代オーナーの黒沢からどんな思いのもとでオペラ座館を引き受けたんでしょうか。そもそも彼女の過去に何があったのか。黒沢亡き後、オペラ座館の秘密を彼女が握っているとしたら、それはこの事件の最後にどんな意味を持ってくるんでしょうかね。ちなみに金田一37歳の事件簿の最初の事件が歌島リゾートでしたよね。それはオペラ座館があった場所を20年越しに改築してリゾート地にしましたっていう事件だったんですけど、そこの歌島リゾートには静香は登場しないんですね。単純にまあ20年のうちに土地の所有権も手放してって考えるのが自然だと思うんですね。このオペラ座館第3の事件の最後まで読んだ上で歌島リゾート飛んだとしたら、そう考えるのが自然なんですけど、まあ果たしてっていうところでしょうかね。そこは深く考えすぎかな。はい、最後に今回の事件の感想や残った謎、今後につながりそうな話などをいくつかピックアップしてみたいと思います。まずですね、早速余談なんですけど、金田一少年の事件簿とかね、まあ37歳シリーズもそうだと思うんですけど、登場人物で背を向けたまま半分だけ振り返ってこうニヤッと笑ったり相手を見たりするような、そういうキャラクターってたまに登場するじゃないですか。で、そういう描かれ方をしているキャラクターは結構多いと思うんですよね。今回の響き静香もそういうシーンありましたし、あと獄門塾のカイドウ瞳ね、私にかかればこんなのちょろいわよみたいに試験クリアしてみたいなシーンありましたけど、そういうところでなんかこうちらっと後ろ見て、あと私たち同じ穴のムジナなんだからねみたいなシーンでもカイドウ瞳ってそういう振り向き方をしてたと思うんですね。結構ね、そういうキャラって金田一くんシリーズの中で多いと思うんですよね。だからそういうキャラのまとめとかも作ったらまた面白そうだと思います。前回ね、金田一少年シリーズの30歳のキャラクターなんか高評価5件集まったらそういうまとめ動画作りますって言って、この動画の撮影時点でまだ作れてないんで、じゃあ今回の動画でじゃあ高評価10件以上いったら、ちらっと振り向く描かれ方がとても印象的なキャラクターまとめとかやりますんでね、そういうの見たいっていう方はぜひ高評価をしていただけるとありがたいです。あと次にね、どのシーンの誰とは言わないんです、ちょっとネタバレになると思うんで伏せるんですけど、この事件とか他の事件とかも見て思うのが、金田一くんの推理をね、どうして犯人は何々したんだろうみたいな、そういうのをドア越しに覗くような人ってたまにいるじゃないですか。この金田一くんがああでこうで推理していて、でちょっとね、次のコマくらいでこんな風に覗いてみていて、てんてんてんみたいな吹き出しがついている、そういうキャラクターって実は犯人じゃない可能性が高い説って私あると思うんですよ。まあ意味深なシーンとしてね、そういうのは描いておくんだと思うんですけど、ちょっと興味深かったので挙げてみました。あとは冷凍庫の食料、これ食い荒らした人物がいたんですよね。誰が何のためにって思うんですけど、これもしかしたら犯人がやった可能性と犯人じゃないあの人がやった可能性とあると思うんですけど、皆さんどう読みましたかね。私後者だと思うんですよ。犯人じゃないあの人がやったんじゃないかなって思ってます。そして金田一くんが事件の真相に迫れてない中ですね、白神がみんなを集めて事件の推理を披露するって言い出したんですね。これなんか雪夜叉の時の明智刑事みたいな感じなんですけど、まあ白神の考える犯人が誰だったのか、そしてそれに対して金田一くんはどんな風に反論するのか、そこもね、まあ事件の中盤あたりでしたかね、ポイントの一つになってくると思います。
このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の考察、感想動画シリーズをアップしています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、皆さんはオペラ座館第3の殺人についてどんな風な感想を持ったでしょうか？よろしければコメントなど教えていただけるとありがたいです。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿のコミックス版またはノベルズ版の感想の動画をアップしていきます。作品の本編の引用は基本的になしでトーク中心に進めていきます。金田一シリーズがお好きな皆さん、ぜひチャンネル登録して仲間になってください。次回もよろしくお願いします。